イギリス保守党党首首選選でで決まるる次期首相の選挙結果が9月5日に発表される予定ですイギリスメディアは、リズ・トラス候補が首相に当選した場合、北京当局をイギリスに対する国家安全保障上の脅威のリストに加え、両国はもはや経済協力関係にないと宣言すると明らかにしました。 イギリスタイムズ紙、デイリー・メール紙などは、現職のイギリス外務大臣のリズ・トラス氏が9月5日にイギリス保守党党首に選出され、首相になった場合、イギリスの外交政策を再考すると報じました。中国共産党の支配下にある中国は、イギリスにとって国家安全保障上の脅威であると宣言されるといいます。これは 北京のの当当局局にロシアとと同様の外交的地位をを与えることを意味します。トラス氏の北京当局に対する強硬姿勢はイギリス財務省と北京当局の経済協力を抑制するための一環となり保守党の前首相イアン・ダンカン・スミス卿や外交特別委員会のトムトゥゲンド・ハット議長などイギリス下院の支持者にも歓迎されています。 キャメロン前首相の国家安全保障顧問を務めた上院中立の貴族院議員、リケッツ男爵は、北京こそが真の脅威であり、ロシアは目先の危機に過ぎないと述べました。